じゃん。キーちゃんはやっぱり羽に恋をしてるんだね、あなたは。さあ、新しいおもちゃです。魅惑のネズミと羽、メリーゴーランドだよ、キーちゃん。キーちゃんからすればどちらも敵、どちらも敵であると。うわあ、すごいね、テーマパークみたいだね、キーちゃん。テーマパークみたいだね。キーちゃん、おはよう。はい、おはよう。おはよう。行くよ、キーちゃん。あ、賢いか。分かってるんですね。よーい、と。はい、どうしよう。すごいね、あなたは。相変わらず。キーちゃん、今日も一等賞でした。ねえ。はい。よし、じゃあ、消毒しましょう。はい。はい、皆さん、おはようございます。はい、キーちゃん。キーちゃんの好きなおもちゃ、また羽がね、ちぎれていて残り2本になりましたね。もう散々やっつけてきてるんで、で、このキーちゃんですね、まあ、ようやく私も町の方に繰り出しまして、おもちゃの方をゲットしてきましたが、なんと会の方からもですね、ちょっとこういうのはどうだろうかっていうので、あのテニスじゃなくてバドミントンのラケットですね。これも羽がついてるわけですよ。これもいいんじゃないかっていうことで、キーちゃん、うん？やってみる？キーちゃん、キーちゃん行くよ。はい。どうかな？あ、やってるやってる。キーちゃん、ちょっと興味がある感じですね。キーちゃん、テニスのラケットはどうですか？違うか？キーちゃん行くよ。キーちゃん、はい、羽は羽なんだけど、もっとパラッと、いやでもいい感じですね。あ、そこそこであると。こっちの方がいいのかな。ほら、キーちゃん行くよ。うん、キーちゃん行くよ。はい、行くは行くんですけどね、ちょっと違うと。あのシャトルでは今一つこうばらけた、こういうのがいいのかな。ということで、一応私も町へ行かせていただきました。はい。じゃあ、キーちゃん、これなら、ほら、すごい量でしょ。毛量というか、雨量って言うんですか？これ行ってみようか、キーちゃん。すでに、ほら、キーちゃんが。おろろろろ。
心躍る。キーちゃんはやっぱり羽に恋をしてるんだね、あなたは。羽に恋をしてるんだね。こっち休んでてくれる？はい、はい、新しいおもちゃです、キーちゃん。お、いい感じですね。めちゃめちゃいい感じです。これがね、こうなってますね。羽とネズミが、こっちがネズミで羽なんですけど、こっちを引っ張るとネズミがこうなると、こうです。で、ネズミを引っ張るとこうなるわけですね。こういうなんかおもちゃです。こういうおもちゃです。さあ、そう、魅惑のネズミと羽、メリーゴーランドだよ、キーちゃん。おめでとう、メリーゴーランドだよ羽とネズミのメリーゴーランド。やっぱり羽か、ネズミよりも羽か。反対回り、おめでとうございます、キーちゃん。おめでとうございます、キーちゃん。おめでとうございます。はいはいはい、おめでとう、あ、おめでとうございます、おめでとうございます。両方動かしたらどうなんでしょうね。どっちも。どっちも。キーちゃんからすればどちらも敵。どちらも敵であると。ネズミも、ネズミも、ネズミも、はい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 。わあ、すごいね、テーマパークみたいだね、キーちゃん。テーマパークみたいだね。やっぱりキラキラが好き、キラキラが好き、キーちゃんはキラキラが好き。これ難しいんですよ、意外と、ね、簡単そうにやってる。うわー、ほら、こうなっちゃうから、これをね、絡ませない。やっぱキラキラが好き、キーちゃん、キラキラが好き。
この世